どうもガチャガチャサラリーマンです。今日のニュースですが、最新のガチャ情報ですね。こちらを取って、今回ですね、結構バンダイさんから出てるやつを中心に紹介いたします。サボテング再販、全5種200円。お花がぷくっと膨らんだ。サボテンたちがお話をしています。おうよ、サボテンのなりそこででしょ。あらら、なんてトゲのある発言でしょう。このサボテンたちは自分が一番優れていると思い込んでいるようですね。そう、これは天狗になってしまったサボテンのお話。ラインナップは、サボテング、リトップ、オブッチ、乱暴、ワクチン。今回当たったのが、サボテングが当たりました。はい、ということで全体見ていきますね。はい。まあ、まずは特徴的な花ですよね。まあ、サボテンが調子乗ってる、天狗になっちゃった、みたいな。うん。っていうコンプセ、で、これ今回で200円ってことで、ここがすごいよね。うん。ってことで、増しました。次に当たったのが、ランボーです。で、これね、さっきまで結構ヒゲは、サボテンがでかいなって思ったんだけど、このね、ランボーはね、めちゃくちゃでかいです。なんか、200円とは思えないぐらいの厚みもあるし、めちゃくちゃお得だよ。3回目に当たったのが、うちわんです。はい、うちわんですが、もうね、表面はめちゃくちゃでけえよ。で、見た今、薄いのよ。めちゃくちゃ薄い。でも、表面から見ると、これめ、とんでもねえでかさです。はい、こちらサボテンが10点満点ですが、これ200円でこのボリュームは結構やばいよね。うん、多分今発売したら300円とかなっちゃうんだけど、もう昔はね、これでも200円でいけたんよね。うん、っていう懐かしさを踏まえて、これ10です。喫茶店どーもくん、全4種500円。ちなみにどーもくんっていうのは、日本のどこか山や野原や川に囲まれた穴蔵にウサギのじいさん、ウサじいが暮らしています。はい、で一応今回当たったのがフルーツサンドっていう種類が当たりました。はい、なんかね、本当にフルーツの柄がついてるです。で、サイズ大きいんだけど、結構軽いのよ。で、この緑のやつ見るとわかるんだけど、多分ね、中は空洞になってる感じ。です。はい、ということで10点満点評価ですね。はい。まあ、500円でね、ちょっと高いってのあるんだけど、ボリュームはね、結構あるの。うん。そこはね、結構満足しました。はい。で、なんか、両手上げれるギミックとかあるけど、茶色じゃないから1です。仏物シリーズ猫如来、マスコットフィギュア、3006種400円。はい、で、ラインナップのね、一つだけね、これだけなんかね、なんか嫌なんだよね、なんか。
はい、ということで見ていきましょう。で、今回もこれクオリアさんのガチャなんだけど、まあ、プリンとか、トーストブレッドボーイみたいに、やっぱ塗装がね、めちゃくちゃ綺麗なんよね。うん。ここはね、すごいポイントだと思った。ちなみに欲しかったのはこの2つです。はい、ということで10点満点評価ですね。はい、まあ400円でね、まあやっぱちょっと高いんだよね。うん。でも、まあ塗装も結構すごいいいし、サイズはね、ものによってはすごいでかかったりするね。うん。だからなんかそっちがあればまあいいのかなって思いました。はい、1です。マグコット FALLGUYS 全4種400円。ということでラインナップ見ていくんですが、ちょっとこれ文字だけだったんでここに載せます。はい、ということでプレイしたことないんですよ。はい、なんでよくわかりません。ハグコットシリーズはこうやってね、ケーブルにこうつけれるの。プラム TV アナメーションワンピースワンピの実弾14回戦全4種500円。悪魔のみ。海賊王になるのは俺だ！ドラえもん目印アクセサリーボリューム2前後種300円。はい、ラインナップはドラえもんと、まあ、ドラミちゃんですね。はい、でタイム風呂式アンキパンスモールライトっていう、なかなかいいです。ということで今回一番欲しかったドラえもんが当たりました。今回のドラちゃんはさ、唇がちょっとこうとんがらがってるやつのね。うん、これがいい。で、先端がチャームになってるから、これ外せばキーホルダーにもなるです。ファミマガチャがマジヤバい。ファミマのヤバいを教えるね。ヨーグレットフラッペ40バット増量。ちなみにラーメン2個買えば、コープがもらえて超嬉しい。それじゃあ早速ガチャ回す。今回買うの小引きガチャガチャ同様ランダムで何が出てくるかわからない。それじゃあ買うよ。一体何が出てくるのか。出てきたの証明写真。はい、でね、いいなって思ったとこ言うんだけど、なんかね、ちょっとね、クリア素材みたいな感じなんだよね。なんか、本当にね、なんか透けてはねえんだけど、なんか透けてんだよ。はい、10点満点評価ですが、もうこれはね、いいんですよ。もうなんか、そういう傘とかにもつけれるし、キーホルダーとしても使えるからね。あ、めちゃくちゃ便利。で、しかもね、ちょっとデザイン今回ちょっと可愛かった。うん、もういいです。はい、うん。8。待ちぼうけ果物の場合、その2、全5種300円。はい、
今回当たったのがスイカです。で、細かいとこ見ていくと、種を見てほしいね。普通さ、プリントとかでいいのに、ちゃんとね、種のとこ立体みたいにしてくれてんのよ。ここはね、マジですげえって思った。はい、で、サイズはね、ちょっと小さいなって思ったんだけど、これ見て。うん、このブドウとマスカットが多分でかいんよね。うん、マチボケシリーズってちっちゃいのから大きいのまであるから、そこチェックで。はい、10点満点評価ですが、まあ、あのね、やっぱ種とかがめちゃくちゃ細かくできてるっていうのは本当に驚きました。はい、スイカ嫌いです。1です。チュッパチャプスグッズコレクション全5種300円。それではラインナップですね。まずマスキングが AB って感じで2個入ってます。はい。で、他にポーチの B タイプですね。で、もう1個あるのがポーチのこのちょっとペンが入りそうな A タイプ。はい。で、まあ一番ね、やっぱ欲しいってなるとこのでっかいやつね、トートバッグです。ということで、今回当たったのがポーチの A タイプです。で、前回ね、ハバネロくんの紹介した時の一緒の生地ですね。はい。結構ね、厚みもあって、この生地ね、結構いいと思います。はい。チュバチャップス。はい。で、中の素材なんだけど、まあ、メッシュ素材みたいなやつなんだよね。うん。前はね、ガサガサだったんだけど、今はメッシュです。ポーチの A タイプになるとちゃんとね、このボールペンはね、結構ギリギリなんだけど、ちゃんと入るようになってます。はい、はい、ということで10点満点評価です。はい、ですね、まず小カプセルと大カプセルにこれ分かれてて、小カプセルにはマスキング、大カプセルにはポーチ2種のエゴバッグ、トートバッグですね、入ってる形になります。はい、正直ちょっとね、あんまり使い勝手の悪い柄かなと思いました。はい。2です。はい、本日もご視聴ありがとうございました。ということで、今日のガチャガチャいかがでしたでしょうか。はい。まあね、なんだろう。結構ね、まあ今回も癖のあるガチャガチャをまんべんなく回してきました。はい。まあね、まあ特になんか言うことはないんだけど、とにかくみんなが気になったガチャがあればよかったかなと思います。はい、よかったらコメントで教えてください。はい、以上です。はい、ここで速報のニュースです。はい、9月のおすすめガチャっていうのはね、32種類、はい、紹介いたします。はい、まあ、ちいかわとか、おぱんちょ崎ですね。これ、今度入荷します。はい、で、あと、ちょっと説明追いつかないから自分で止めてみてください。はい、まあ、よかったらね、気になるのあったらこれもねコメントで残してくれると嬉しいです。はい、まあ、あとはもう適当に見てってください。はい、今日はありがとうございました。